ランディバース、ランディ・ウィリアム・バス、ランディ・ウィリアム・バス。1954年3月13日台は、アメリカ合衆国オクライホマ州ロートン生まれの元プロ、野球選手、内野手、政治家。1983年から1988年まで、NPB の阪神タイガースでプレー。6シーズンにわたる在籍は、ウィリー・カークランド、マット・マートンと並び球団の歴代。 外国人野手としての史上最長記録である。現役引退後、2004年から2019年1月3日まで、オクラホマ州議会の上院議員、民主党を務めた。NPB におけるシーズン打率の日本記録保持者、389であり、史上6人目の参加を達成者。外国人選手では、NPB 史上最多となる2度の参加網に、輝いている。 メジャーリーグベースボール時代は、ミネソタツインズ、カンザスシティロイヤルズ、モントリオールエクスポズ、サンディエゴパドレス、テキサスレンジャーズを転々としていた。メジャー時代はその長打力から、ニューヨークからロサンゼルスまで飛ばす男と言われたことも、あったが、幼少時に足を複雑骨折していたことから、全力疾走ができない状態であり、守れないということでレギュラーは獲得していない。 さらに速球に弱いという弱点が重なりメジャー通算本類が9本に終わっている。エクスポズ時代のチームメイトには後に読売ジャイアンツで活躍するウォーレンクロマティがいた。ノーオフ、ハワイの MLB ウィンターミーティングでは阪神と阪急ブレーブスとの間で獲得競争となり、阪神の障害担当、藤江清と阪急常務の矢形勝弘が 契約金額を競り合ったが、ブーマーウェルズに着目した阪急は乗り換えて手を引いた。12月18日に、阪神への入団が正式に決まった。2来日。阪神入団当初は、藤田大が一塁手として多用されていたこともあり、右翼手として、守備についていたが、上記の通り全力失踪できないことと、藤田の年齢による衰えから、後に一塁手に固定される。 体調不良でシーズン序盤を出遅れたにもかかわらず、1年目から打率、288、35本類が82打点と、長打力を見せつける。また、同年のシーズン終盤には25試合連続安打も記録しており、これは2001年に、檜山慎次郎が28試合で更新するまで、球団記録であった。この1983年に、バースは、 シーズン途中で解雇されていた可能性があった。前年後半にチームが大躍進したこともあり阪神ファンは優勝への期待を募らせていたが、4月を2位で終了したものの5月途中には1勝15敗と大きく負け越してしまう。調子の上がらないバースが不調の原因との批判も多く、同期入団でミートの上手いスティーブ・ストローターの方が日野野野球に、 適合しているとの評価が高かった。そんな中、先発投手陣が手薄な球団は、投手のリチャード・ウルセンの獲得に動く。当時の規定では、外国人選手は1チーム3名までしか契約できなかったともあり、すでに、バース、ストローター、アレンの3人の野手と契約していた球団は、このうち誰か1人を解雇する必要に迫られた。ミートは、うまいが怪我が重症であった。 ストローターか外角に落ちる変化球をことごとく空振りするなど、調子の上がらなかったバースかの選択となったが、球団はパワーの他に態度、努力、人格を評価し、バースを残留させた。その期待通り、バースは後半戦から一気に調子を上げた。よくは、326という高打率を上げたものの、前年を下回る27本塁打に終わり、 また夏場に負傷で離脱したことにより、チーム全体の失速を招いてしまう。さらにオフに、外野手の岡田を三塁に、三塁手の掛布を一塁に、コンバートする案が持ち上がり、掛布と重複し、守備力に何のあるバースを解雇するという情報が流れたが、来期から再任する吉田義雄監督が、球団に残留を強く進言。前日の掛布の一塁コンバート案も、 白紙となったことで、解雇を免れている。2は、掛布正幸、岡田明信と、強力なクリーンアップを形成。同年4月17日の対巨人戦、牧原博美からのバックスクリーン3連発での1本が、バースのこの年の第一号本塁打である。この年は打率、350、54本塁打、134打点の、成績を残して三冠王に輝き、 阪神の21年ぶりのリーグ優勝、初の日本一に大きく貢献した。また、セントラルリーグ初の外国人選手による本類打王となった。共にミネソタツインズ出身のチャーリー・マニエルが保持していた外国人登録選手のシーズン最多本類が記録48本に並ぶところから54号までの経緯は以下の通り。10月9日。 高野光から右翼へ48号にラン、甲子園、球場、12日、王の豊か,から、バックスクリーンへ決勝49号ソロで、当時の外国人記録を更新、広島市民球場、14日は風を読んで左翼へ、川口和久から553ラン及び小林、誠事から51号ソロ、広島、16日は21年ぶりの優勝を決めた、試合で、 荒木大介から右翼へ52号2ラン、神宮球場、17日、高野光から、バックスクリーン左の中段席へ53号ソロ、神宮、20日に、シーズン16勝目を挙げ最多小等格の小松、達尾から左翼、ポールキ際へ54号2ラン、名古屋球場。この年は、大阪春がに記録した、シーズン55本塁打の更新が注目されたが、 54本目を打った段階で残り試合数が2試合になった。いずれも巨人戦で、その監督は、大阪春。最初の試合、10月22日、甲子園で先発した、江川拓は3打席ストライクで勝負し1安打に、抑えるも、他の投手は事実上の敬遠攻めであった。最終戦、24日、甲楽園の第1、2、4、5打席は、ストレートの四球。 第3打席は先発の斉藤正樹がバットが届くところに投じた初級の外角高めの球に飛びつくようにセンター前に単打して結局1打数1アンダ4支球で記録は達成できず翌日の放置新聞にはバース記録達成失敗という見出しと自分はバースに敬遠を指示しなかったという王のコメントが掲載された当時巨人に在籍した外国人投手 キースカムストックは、後に、自らの著書でこのことを振り返り、バースにストライクを投げると、一球につき罰金千ドルが、課せられていたと記している。指示を出したのは、当時一軍投資コーチだった、堀内恒夫であった。また当時バースは、最終戦を前に、記録達成は無理だろう。私は、外人、外人だからとも語っていた。一方、 この経営前面の影響でバースの出塁率が上昇し、前日まで9輪差でトップだった吉村貞章、当日4打席で出塁例を最終打席で零0 0 5差で抜いたことでバースは最高出塁率のタイトルも獲得した。前年1984年までセリーグでは最多出塁数が表彰タイトルであったが、この1985年からは、 最高出塁率が表彰タイトルへと変更されており、当時の巨人ベンチは、この記録のことをよく理解しておらず忘れていたことが原因であった。結果的にバースは当時表彰タイトルだった、最多勝利打点と合わせ、打撃部門五冠に輝いた。ちなみにバースは、記録を恐れず真っ向勝負してきた江川を高く評価し、日本の今のプロ野球で最高の投手だ。 メジャーでも十分通用するとコメントしている。セーブライオンズとの日本シリーズはセリーグの名優劇手であった吉田義夫と広岡達郎が監督として戦う因縁の対決であった。バースは第一戦から第三戦で3試合連続本塁打。第一戦は工藤君康の外カーブを最よへ決勝3ン 第2戦は高橋直樹の時速 110km の外角カーブを左翼へ決勝2ラン。第3戦は工藤君康から右翼へ3ランを放ち、第2戦には守備でも歴史的ファインプレーを見せる、後術など攻守にわたる大活躍でチームを牽引。阪神を1リーグ時代から約38年ぶり、2リーグ制になってからは初のの日本一に導き、バースはシーズンと、 日本シリーズの両方で MVP を獲得する快挙を達成た。なお、阪神の日本一話にリーグ制では1985年が唯一であることから、バースは阪神唯一の日本シリーズ MVP 獲得者である。新ストライクゾーンが導入された4月、開幕試合の対応戦は5をダス無安打としたものの、8試合目に3割台と、し、5月は6試合連続マルチ安打を、 記録、5月下旬から6月にかけて16打数12、アンダで打率、369に上げ、5月31日には、この年初めて首位打者に立ち、以降譲ることなく、打率を、さらに上げて、7月2日の対応戦で5打数4、アンダとして、打率を、402と4割に乗せる、7月8日に、407としたのをピークに、 中日の小松達夫に4打数無安打で抑えられ、打率4割を切り、その後25打数無安打とスランプに入り、376まで落とすが、8月に入り12日に、399まで戻す。8月以降は各試合終了時点で打率4割を超えることはなかったが、8月は、390を割ることはなかった。9月は3日と19日に、 389としたものの、9月終了時点で、394とした、10月、打率4割の可能性は、まだ残っていたものの、7日の対陽戦と続く、広島戦で無安打で、388に落とし、14日の最終戦の、対陽戦で2打数に安打で、389、打率の日本プロ野球記録を更新し、他にも47本類が、 109打点の成績を上げ、ロッテオリオンズの落合博光と共に、2年連続三冠王となった。バースは、規定打席到達後、それまで、張本伊が持っていたシーズン打率。383の日本記録を下回ってしまうと、日本の投手がそれ以上勝負してくれないのではないかと、考え、監督に直訴してそれ以降の試合を欠場させてもらう、つもりでいたが、 結局一度も下回ることはなく、最後まで打席に立ち続けた。また、32歳のバースは、日本の球場なら、左方向に打っても本塁打になることを悟り、左翼への本塁打を量産し、この年の6月26日には、大沢春と並ぶ7試合連続本塁打の日本体記録を達成。6月18日、高野光から左翼へ16号ソロ、甲子園。 球場、19日、荒木大輔から右翼へ17号に乱。甲子園、20日、各玄時から左翼ポールへ18号に乱。甲子園、21日、鈴木高正から左翼へ19号ソロ。甲子園、22日、平沼正田春の内角フォークを左翼へ20号に乱。甲子園、24日は、ルーキー桑田雅美が投じた、時速114キロメートルのど真ん中のカーブを、 バックスクリーンへ21号2ラン、高楽園球場、大記録達成の26日は5対5で迎えた8回表に、玉数120丁の江川拓が投じた、この打席2球目時速136キロメートルの真ん中の高さの内角直球を、高楽園球場の右翼場外の釣具店の山で運んだ、飛距離約150メートルの決勝22号ソロ、通算138号だった。 この時は記録を達成したバースのみならず、この試合でバースに投じた12球のうち11球が直球の真っ向勝負を挑んだ江川に対しても3次が送られた。当時、江川以外でバースに真っ向勝負を挑んだ投手として広島東洋カープの津田久志美がおり、バースに対して全て時速 150km 超のストレートで挑み、3球三振に仕留めたこともある。 この試合後、津田に対してバースは、津田はクレイジーだとコメントしている。他にも5月30日の6.8回と、関根博から本塁打を放つと、翌6月1日には1回と4回に、架橋光則から本塁打を打って2日にわたって4、打数連続本塁打、13試合連続打点、前日の7試合連続本塁打からスタートし、7月4日までや、 シーズン長打率、777、当時といった日本記録を次々に達成。アップスも、大田春の1.293、1974年に次ぐ、歴代2位となる1.258を記録した。しかし MVP には、優勝した、広島の北ベップ学が選出された。二は、落合博光が、トレードで中日ドラゴンズに移籍し、三冠を対決と、 騒がれたが、両者とも成績を落として無冠に終わる。また、前年から囁かれていた、吉田義尾監督との確執がエスカレートした。無冠に終わり、チームが低迷したこの年、雑誌のインタビューで、吉田監督批判を行ったため、球団からペナルティとして、罰金を課せられるという事件もあった。この罰金は、最終的にうやむやになってしまい、実際には払われなかった。 なお、インタビューを行ったロバート・ホワイティングは責任を感じて、バースに同額を支払っている。水頭症を患った長男への対応をめぐり、球団と対立し、シーズン途中の6月27日に解雇された。契約では、家族の疾病の際には、球団が医療費を負担することになっており、多額の医療費を負担することを恐れたための解雇だった。この経緯については、 対談後に発売された自伝、バースの日記でも述べられている。なお、このバース対談後の7月19日、当時の阪神球団代表だった、古谷慎吾が東京都内のホテルで飛び降り自殺する事件が起き、バースの対談をめぐるトラブルで球団とバースの板挟みになったのでないかと報じられた。この一件は、後に球団側が自談金を払ったことで解決した。帰国後は、 本業の農場経営のから、1998年から2003年まで、東京ジャイアンツのスカウトをしていたとしている。また2000年から2003年までは、ロートンハイスクールで、女子ゴルフのコーチを務めいる。2001年、故郷のロートンの市議に当選。一期務めた後、2004年オクラホマ州議会、上院議員選挙で、地元第32区における、 民主党の候補者指名を受ける。大統領選挙一般投票と同日である11月2日の投票では9809票を獲得し、35票の僅差で共和党のイーストン候補を破り初当選した。2006年11月には63.34%の得票率で勝利し、再選を果たしている。2010年は民主党予備選挙、本選挙とも、 対立候補がなく当選。2014年にも民主党予備選挙では対立候補がなく、また共和党側は予備選挙中に唯一の立候補者が辞退したため、再び対立候補なしで当選。連続4戦。会派のリーダーである少数党委内総務を務め、その後は少数党名誉委内総務となる。任期制限により、 2018年の開選には出馬できず2019年1月3日に任期満了で退任。現在第32区の公認は共和党のジョン・マイケル・モンゴメリー。ジョン・マイケル・モンゴメリーが務める。選手引退後もイベントなどでたびたび訪日している。1995年から開催されているサントリードリームマッチには毎年必ず出場しているほか、 プロ野球マスターズリーグにも大阪ロマンズの選手とし、登録されている。かつてのライバルであった、大野豊とは、直球とフルスイングでファームを明かせているが、現役時代と変わらぬ体型と肉体を維持し、時速 140km を超える大野の直球に、今のところ、全打席三振を喫している。サントリーモルツ、モルツ球団、日産、サニー。 B14 型系など CM にもいくつか出演し、また東京スター銀行大阪支店名誉支店長にも就任。2007年8月19日に放送された24時間テレビ、愛は地球を救うで人生が変わる瞬間の女子ソフトメダリストからヒットを狙うコーナーにバッターとして出演した結果は凡退。2008年8月28日の阪神対中日戦。 甲子園球場では、始球式を行い、テレビ解説にも登場した。8月29日には、ワクワク宝島 SP、読売テレビに登場。10年に一度、来日していると語っている。翌2009年11月にも来日し、奈良県で2010年に、開催の平城線と1300年祭への支援として、奈良県に100万円を寄付した。これはバースが、 阪神選手時代からイメージキャラクターを務めているユニットバス製造メーカー、日ポリ加工が奈良県柏市に本社があることから奈良への恩返しの意味合いも込めているという。2012年にはクイズタレントメーカーでかけふと2社連続でホームラン、アベックホームランが打てるかという企画に挑戦するために来日。当初はこれに岡田も参加し、 バックスクリーン3連発再現できるか。だったが、スケジュールの都合のため、岡田は参加できなかったした。バースが高い成績を残せた理由としては、苦手としていた、速球投手が日本に少なかったこと、日本に順応しようと努力していたことが挙げられている。掛布正幸が浜風の強い甲子園対策として、身につけていた独特の流し打ちを伝授したことも、 バースの打撃の幅を広げ、持ち前のパワーと相まって、驚異的な成績を残すことになる。狭い球場や、左方向に強い風が吹いている時には、軽く流しただけで、レフトスタンドへの本塁打になるほどだった。1985年の日本シリーズ第1.2戦の本塁打などはその典型である。ちなみに、メジャー時代はそのパワーから、ニューヨークからロスまで飛ばす男と呼ばれていた。 他にも長崎刑事の打撃を徹底的に研究しており、長崎が打った日本シリーズ第5.6戦のホームランを指し、僕のホームランはたまたま風に乗っただけだよ。その点、長崎のホームランは本物だったと絶賛していた。また川藤構造にいろいろな面で世話になったことから、今でも川藤には感謝していると語っている。ある特集番組では三冠王を取ることができたのは、 かけふのおかげであると語ったこともある。規定打席に到達した後シーズンのうち、アップスでリーグ1位を3回、リーグ2位を2回記録している。日本では記録に残る活躍をしたバースだが、実力スポーツヒーロー列伝、松井秀喜物語での作中によると、日本風の打撃にした自分のスイングでは、メジャーの直球は打てないと考えていた。 一類種としての守備範囲は狭かったが補給は堅実で多くのファインプレーでチームのピンチを救った。1985年の日本シリーズでは当初対戦相手の西部の広岡達郎監督が半身の弱点はバース守備と公言していたが10月27日の第2007回 1C13 類で辻初彦が カウント1ストライク2ボールでの4球目に実行したプッシュバントスクイーズを右手、素手でつかみ、三塁走者の秋山浩二を本塁で封殺したプレーなどで日本一に貢献。広岡は評価を改めてあの怪物にはアメリカに帰ってもらいたいですね、とコメントした。来日1年目は一塁手以外にも外野手、主に右翼手として出場していたが、来日前から懸念されていた。 守備力の低さを露呈してしまっていた。1983年のシーズンには、バースの他に、キム・アレン、スティーブ・ストローターのいずれも外野手二人がおり、守備力の劣るバースは、この二人にポジションを譲ることが幾度とあった。しかしアレンは怪我のため5月に二軍落ち、ストローターは自打球で左足を骨折した上、6月に、 外国人投資を補強するために解雇され、バースもベテランの一類種、藤田大からポジションを奪い、なんとか一類種に定着することができた。しかし、83年オフに、守備力の低さを理由に、一時は解雇も検討される、こととなってしまう。翌1984年オフにも、解雇の話は持ち上がったが、再任となる、吉田義尾監督が、 守備力の低さを差し引いても、おつりが来る打力であると、解雇に反対し残留した。名字は正しくは、バスと発音するが、当時阪神バスが、球団親会社である、阪神電鉄の直営事業だったこともあって、校長時に、阪神バス大爆発、怪我をした時に、阪神バス故障、不審時に、阪神バス急ブレーキ、阪神バス大渋滞などと、マスコミに、 揶揄されるのを嫌った、球団側の配慮で、あえて音を伸ばした、バースを登録名とした。バースの髭は、彼のトレードマークだったが、1986年のキャンプ前、ジレット社の髭剃りの広告で髭を剃った姿を披露し、ファンを驚かせた。この広告は2日連続で新聞に掲載されたもので、最初の日が、明日の俺を見てくれというキャプションで髭剃り前の写真。 翌日が髭剃り後の写真であった、ティーザー広告。テレビコマーシャルも放送されており、俺は髭を剃れない。絶対に剃れないと髭を剃る前にコメントし、その後髭を剃って、髪剃りの三冠王と宣伝していた。開幕に備えて来日した時には、髭は元通りになっていたが、この髭剃り量は当時として、破格の一億円であった。なお、起用した。 ジレット社の経常利益は約100億円になった。ただし1983年の来日当初は顎げがないなど、後年お馴染みとなる風貌とは若干異なっていた。神戸牛が大好物である。米国産牛肉の対日輸出問題について、日本人が牛肉にかける思い、情熱を私ほど理解している。政治家はアメリカにはいない。 日本人が輸入にナーバスになる心情が良く、買いできると語っている。また甲子園球場内のうどんも好んで食べていた。8歳の時にアメリカの競馬場でホットワーカー、急務員をした経験があり、日本では信仰があった翻訳家、平尾慶吾の勧めで、八代大サラブレッドクラブの一口橋となっていた。2011年時点では、 アメリカのローカル競馬に出走する競争馬をことを所有する場所となっている。ルーテル協会に属し、教会役員、長老についている。二度の三冠王に輝き、阪神の優勝、日本一に貢献したことから、1985年当時を知る阪神ファンからは、神と呼ばれることも多い。当時のセリーグチーム名を一文字に略した場合、阪神は神になることから、 新聞やテレビの紹介テロップではバース、神と書かれたことが多いのも要因。球界内外では現在でも史上最強のスケットと言われることが多い。高田文雄の著書によれば、モルツ球団が張本伊佐の打順を3番にした際、4番のつもりの長本は激怒して、4番は誰が打つんだ。と関係者に詰め寄るもバースレスという答えにしばし沈黙し、 それなら仕方ないなと納得したという。2018年10月22日にテレビ朝日系列で放送された中井雅宏のスポーツ。号外スクープ狙います。プロ野球、最強スケット外国人ランキングにおいて、プロ野球ファン1万人と元プロ野球選手のレジェンド OB によるアンケートの結果、最強スケット外国人ランキングで第1位に選ばれた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。